なんでニヤニヤしてる。大丈夫、なんでもない。うん、すごいいいね。サイズ感どう？まあ小さめですよね。お、あのお芋です。何なんですか？なんですか？小さめか。そうか。確かに。あ、もっと大きいのあるもんね。なんか顔の横に置くの やめといてくれます。ああ、いや、何がね。だまー。はい、ということで今日なんですけど、まああの僕たちカップルね、まああのちょっといろんなところにデートに。まあいろいろ言ってるわけなんですけど、まあ今日行きたいのはね、あの芋掘り、うん、芋掘りにちょっと行ってみたいなと思ってですね、あのリナちゃんに今ね、あの車運転してもらってます。はい、はい、あのカップルじゃないです。デートと思ってないですし。ちなみにどうリナちゃんってこう芋掘りの経験とかあったりするの？いや、幼稚園の頃にやったことありますよ、ね。あ、そうなんだ、はい。それ楽しかった？まあ結構楽しかったな。そう、どういう風にやるの？なんかちょっと出てる芋の周りの土をこう掘って、うんうんうん、どん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 掘って出すっていう。そうなんだ、はい。その時は何、何個ぐらい取った？3個とかですかね。はい。なんかその時なんかコツとか教えてもらったの？うん、まあ教えてもらってると思いますけど、その記憶がないですね。いかんせん5歳とかなんで。その掘った芋はどうしたのかなと。覚えてないですよ、それはもう全然。食べたでしょうね。でも食べるしかないんで、ね、あんまり印象残ってない。あんまり印象残ってない、まあ、あんまり印象残ってないかもしれないです。ああ、そう。まあその過去にどんな思い出があったとしても、うん、まあその思い出を、はい、まああの塗り替えていきたいなっていうふうに、まあ、思うよね。5歳の頃の思い出塗り替えないでもらえますか？彼氏として。彼氏でもないのに、はい、やめてくださいよ。まあね、彼氏であっても嫌ですよ。じゃあちょっと今日ね、俺がね、あの芋掘りの方にちょっと連れて行ってあげるからさ、うん、私が運転してるんで、どっちかというと連れてってんの私なんで。楽しんでね。じゃあちょっと一問だけちょっと向かっていく途中にさ、はい、ちょっとあの芋なぞなぞしていい？なぞなぞでいいです。別に今からまあ芋掘りに行くわけですが、はいはい、さつまいもを、はい、いっぱい食べると、はい、こう出てしまうと言われているものってなんだ？あのおなら的なもんじゃないですか？おお、正解。正解って何？何もひねりがないんですけど、何これ？リアちゃんもやっぱりそのさつまいもとかいっぱい食べるとやっぱ出ちゃったりする？いや、もう感じたことはないですけど、私は。何ですか？元話題なんてあるでしょ、だって。芋にまつわる話題なんて。もっとはい、なんでそのお芋が排泄物になる過程の話しなきゃいけないんですか今？排泄物になる前の話したかったってことね。なんか料理の、お芋料理の話とかした方がいいんじゃないですか？ああ、確かに確かに。さつまいもじゃあ料理で言ったらさ、はい、そのまあいろいろあるじゃん結構、まあ、煮物とかにもさ入れたりするしさ。ああ、美味しいですね。そうそうそう、はい、そうな、何が好きなの？みなちゃん。大学芋ですかね。ああ、やっぱ大学芋も好きなんだ。美味しい、美味しい。確かにちょっとスイーツっぽい感じもね、うん、あるしね。うん、だってまあさつまいもなわけだ。そうです。そう、大学芋をそのやっぱりいっぱい食べると、はい、やっぱなんか出ちゃったり。つなげてこないでくださいよその話に。ね、つまんなかったですか芋料理の話は？はじゃなくて、ね、降りてくれます。ああ、そうか。歯じゃなくて、歯じゃなくて、うん、へーか。へーじゃない、やめてくださいよ。ああ、ごめんなさい、すいません。じゃあちょっと着きましたんで、ちょっと早速やらせてもらえて。はい、はい、もう始まるんですか？はい、始まりますよ。もう始まる。すごい、すごい。待ってくださいね、はい、今ね、粒ちょっと先切っちゃった。何ですかこれ？これね、はい、この粒がずっとついてるんで、はい、取りにくいので切ってます。なるほど。そうなの。手伝いましょうか？すっごい重たいからね。あ、手伝いますよ。大丈夫、大丈夫。はい、あ、これがお芋ですか？これお芋です。それともこっちがいい？こっちにすぐとなるとまた大変ですもんね。はい、大丈夫でしょ？いや、みなちゃんどっちがいいの？掘るんだ。ちょっと切りましょうか。あ、1個に何個もついてるんですか？そうです、そうです。え？あ、そういうことなの。じゃあ、いっぱいついてる方を見極めて、はい、そうですね。で、それを引っ張った方が、はいはい、いっぱい取れるっていう、ね、得。じゃあワンチャンス200円でどんだけついてくるかっていう、まあ、じゃあこれいいかもしれない。ある種のギャンブルみたいな感じ。はい、頑張ってください。ギャンブルとか言わない。見えちゃった。見えてる。見えちゃった。
今んとこじゃあこの2択ってことか。うん、でもこっちかこっちかみたいな。こっちのが良さそう、うん、ちょっとヒントも教えてもらっちゃって。見えてるでしょ、うん、そんな言われたら。でも私あの普通にこっちがいい、うん、いいです、まあはい、うん、いいですいいです。それでいいんじゃない。どんどんやってください、うん、どんどんやっちゃってください。これ掘るんですか。掘るんですよ。ずっとこうやってやるんですね。あ、なるほど。自分でやるんですよ。それは体験ですからね。収穫体験ですから。うん、掘ってみよう、掘ってみよう。あ、なんか出てきた。うん、え、すごい。ん？どう？どうした？なんか、ん？どうしました？なんか芋から芋が生えて。ん？え？ちょっと頑張ってください。待って。よいしょ。ちょっと向き変えたりとかして。はいはい、うん、ああ大丈夫です。大丈夫です。すいません。あ、大丈夫です。そんなお気遣いなく。いや、すいません。りなちゃんがほら、りなちゃんが やんないと。帰ります。足が手伝います。手伝います。あ、すいません。はい、ごめんなさい。つながってた。つながってたね。つながってないです。はい、大丈夫、ね、はい、頑張ってください。はい、はい。めっちゃあるんだけど、待って。そうそうそう。ちょっと待って、いっぱい出てくる。どこどこどこ。ちょっと待って、これも？ほら、こっちも。2個と思ってたら、3個だった。すごっ。はい。結構手痛いんだ、やっぱ。ちょっと痛いです。スコップじゃ使わせてもらったら？あ、いいんですか？あ、もちろんもちろん。え、じゃあ使います。スコップ使うときは、はい、そのやっぱお芋自体を傷つけないようにっていう風に意識して、その方があの腐らないから。あー、なるほどなるほど。そういうことなの。傷するやつは腐り始めるので。じゃあその周りをね、なるべくスコップで掘って。あ、わかりました。芋付近は手でみたいな。その方がいいと思います。なるほど、わかりました。それでやってみましょう。頑張ってください。はい、ありがとうございます。一株でも掘るの結構大変ですね、これ。そうですね、頑張ってください。めっちゃありますよ、これ。すごっ。待って。待ってくれ。疲れた。ちょっと待ってくれ。ちょっと、うん。みなちゃん。あの、はい、一人でやってるのに、はい、あの、サボってない。その、一人でやってるのにサボっても、はいはい、あの誰もやってくれないんだよ。いや、分かってます。分かってる。大丈夫、うん、私しかやる人がいないのは分かってる。分かってる、うん、ちょっと現実逃避してました、今、うん、カラスもね、カーカーっていう風に鳴いてますけど。泣いてるんだったら手伝ってよ。もう大変なんだから、こっちはもう。よいしょ。さあどうですか、調子は。いや、結構出てきましたよ。結構出てきた。はい、芋によっては。おお。しかも袖まくってほしいです。え、何何何、すいません、あの、袖まくってください。はい、あの、はい、袖を、はい、あの、俺に、はい、あの、うん、まくってほしいこと。あの、反数してないで、うん、あの、まくってください、早く。わかった、うん、袖をね、あの、まくりますね、はい、うん、そうするとね、あのね、りなちゃんのね、あのさ、お肌が見えてくるというね。そういうことでございます、はい、そうやって言われると見せたくなくなっちゃう。はい、ちょっとね、早くしてくれませんか。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、ちょっとね、じゃなくて、ね、喜んでないんで、はい、うん、はい、もっとかな、もっとかな。頼む人がお前しかいないんで。ここもめくっときますか。大丈夫です。もう大丈夫ですか。あの、言われたとこだけもうやめてください。余計なことしないでください。あ、ごめんなさい、すみません、はい、はい、さあ、かれこれね、1時間ぐらいですか。そんな経ってない。経ちましたけど、姉ちゃん、はい、手伝おうか。いや、お願いします。手伝えるんですか。あ、そうだったら最初からお願いします。あ、一応あの、俺もあの、手袋もらってるから。こういう風にこうツタがこういう風に乗ってるところはこっちにも芋があるんだみたいです。でも、はい、そのビニールの下掘っていいんですか。これね、うん、ちょっともう掘っときましょうよ。もうあの、主体を抜くことに専念しましょう、これ一旦。そうですか。いいです。あ、そう、見て見て見て、このでっかいやつ、うん、そろそろ全形見えてきたけど、だいぶ、うん、そこまで。でもここにもね、ツタがあるから、多分ここにもあるんじゃないの、芋が。そうですか、うん、うん、ここにこういう風にツタがつながってるから、ここにも芋があるはずってことでしょ、うん、はい。ってことはさ、こう、あ、やばい、これ切、あ、まだあるわ。だからいいですって、このツタの細さを見てください。もうこの少ししか養分吸ってないから、この芋。
わかりますか、はいはいはい、あの、はい、取んなくていい芋です。これはそんな芋ない、そんな芋ない取んなくていい芋なんてない、いやいやいやないと思うけど、土の養分になる芋だから、うん、きっとやがてそうなの、うんうん、もうこっち主体を掘りましょうって。だからもうごめんなさい、喧嘩してます今あすいませんさあラストスパートかな。まだまだですね全然頑張って頑張って頑張ってじめ、ね、ちゃくださいよ。片鱗がすごい、でも片鱗はすごい見えてきてるけど、でかいな、すごいな、めっちゃでかいねえ。はい、揺れてきた。揺れてきましたよ。おすごいすごいすごい、すごい動くようになった。抜けますかね、もう。いやまだまだ、あまだですかちょっと、ね、揺れぐらいじゃまだ、ちょっと揺れるぐらいじゃまだですよ。うん、みなちゃん楽しようとしないです。ダンゴムシがいいですよ、もうそんなさないで何してるんですかそれ。わあすごい、俺の手の上歩いてるわ。何遊んでるんですか。でもなんかダンゴムシがいるとなんかいい土って言いますよね。いっぱいいるあ、じゃあめちゃくちゃいい土ですよ。ちょっと適当に行ってみた。ダンゴムシはいっぱいいるということ。可愛い、でも久しぶりに。ちょっと取っててください私の芋。ごめんごめんごめん。ちょ今取れちゃったんだから芋。芋取れちゃった置いといて、ちょっとダンゴムシもどっか行っちゃった。知らないんですよ。あそう。もう全然いいからダンゴムシなんて。うん、これいけそうですよ。あ。なんかビキって言ったけど、お結構いけんじゃない、これも。おおおおおいけるか、おおお、うん、なんかの残りあまりすごいけど、うん、でっかすげえ。じゃあ残り取っちゃおう。これ長いよ、めっちゃ、ほらこれすごい、これめっちゃ長いよりなちゃん、ほらちょっとこれ、うん、何傷つけないようにね。わかりました。痛いから、うん、痛いから。え、なんでこの芋だけこんな感情に。いや、痛いというか、そのほらあんま傷つける、うん、うん、あ、土ちょっと落としながらさ、うん、もうなんでこんな長いの。いやちゃん長いよ、よいしょ。いやちゃん、なんかすごいねこれ。なんか長いね。何、まだ抜けなそう。抜けないです。ちょっと抜いてあげてか。私も抜きたいんですけど、うん、なかなか抜けない。何のこと言ってますか。いや違う、そのなんか先がさまだ長いのかなと思って、ね、うん、あ抜けた、うん、抜けた、よかったよかった。どうよ、土落としてあげて。おお、はい、うんうん、ちゃんと土落としてあげて。もう落としてくれるって言ってるじゃない。大事だから、あ、そっかそっか、担当がねいろいろあるけど、まあまあ、はい、分かった。何してるの。ありがとう、ありがとう、はいはい、すいません、はいはいはい、ありがとう。はい、ということで芋掘り終わりまして、はい、大量でございます。すごい、すごくないこれ、食べきれますかね、こんな量の。いや、すごい、すごいよ、本当に。こんな感じでね、いっぱい取れて、ね、それじゃなくないですか、出すやつ。なんでそのすごいね、なんか大きい。何、大きいの例じゃないでしょ、それ、うん、これ大きくない、うん、それあんま大きくなくないですか。なんでニヤニヤしてるんですか。当たり前のこと言ってますよね。あの感じ方は人それぞれだもんね。え、そのこれを何と捉えてるかですよね。芋と捉えてますこれ。あのまあね、でもすごい楽しかったなと思いまして、うん、あ、なんかデートとしてはねすごい良かったんじゃないかなと思うんです。まあデートとは思ってないですけど、まあ確かに良かったです、ね、どうですか、点数つけるとしたら。点数は、うん、まあまあ、でも芋掘りすごい思ってたより全然楽しかったなっていうか、まあ、でもなんか途中からなんか芋のことを変なものに見立て出してた気がしたんで、それが気持ち悪かったので0点です。クソだ。いやいや、やめてくださいよ、そんなことするの。農家の方もいらっしゃったのに。すごいなんかそういうふうになんか変な風にさ、なんか下ネタみたいな感じさ捉えてさ、りなちゃんがそういう反応するから、なんかね、その農家の方ともなんかちょっと気まずい空気にしようなってたけど、自分なんですよ。すごい他のところではなんかね、いろいろね優しくね、なんかリアクションとかしてくれてたけどね、うん、ちょっとリアちゃんが下ネタ言い出してからちょっとなんかちょっと空気が悪くなっちゃったけど、いやいや、私じゃない、あなたですよ。ってかあの芋だよ、あの芋。何あの形、あの芋のせ
せいでなんか、うん、農家の方もちょっと気まずくなっちゃった。あの芋が何なのじゃん。何だと思ってるの。何と見立てて。いや私は別に何そのわかんないんですけど、なんかと、だって絶対なんかあるんでしょもう。まあでも気持ち悪いよ。次のロボットリアちゃんです。頑張ろう。やめて、頑張んないでください。バイバーイ。ね、じゃあこれね、いっぱい食べたらね、リアちゃんね、なんか出ちゃうのかな。いいです、もう奈良の話はもう。